皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。首位、巨人から4位、d n a までが4、5ゲーム差の中にひしめくセ・リーグは10日から少年場の7連戦がスタートする。果たして、優勝に一番近いチームはどこなのだろうか。写真、いざ勝負の7連戦、先陣を切る虎の右腕照りつける日差しの中、入念に調整。首位、巨人はマツダスタジアムで1ゲーム差の2位。 広島との3連戦その後はヤクルト、中日との2連戦。2位の広島は首位、巨人との3連戦後、3位、阪神、4位、d n a との2連戦が続く。首位までに5ゲーム差の3位の阪神は、4位の d n a との3連戦を経て、広島、ヤクルトとの2連戦。4位ながら首位まで4、5ゲーム差の d n a は3位。 阪神との3連戦後、中日、広島との2連戦が続く。巨人と広島の対戦成績はここまで8勝8敗3分けの5分。阪神と d n a の対戦成績も9勝8敗1分けとほぼ互角。各球団の残り試合は、巨人が19、広島が22、阪神が16、d n a が22と少なくなってきており、 1>, 1試合の勝敗結果が持つ意味は、ここからさらに大きくなってくる。阪神 OB の中田義弘氏は、広島が一番優勝に近いんじゃないかと見てる。先週は1勝5敗だったけど、新井監督を筆頭に勝っても負けても一喜一憂しないチームカラー。ずば抜けた選手はいないけど、チームにまとまりがある。血に足をつけて野球がやれているという印象を強く感じるねと。 就任2年目を迎えた新井監督が初体感するのではないかと予測した。中田氏は首位の巨人について、今現在は首位なんだけど、生きそうでいけない。突き抜ける力を感じないとし、阪神に関しては、打てないと勝てないといった負け方のパターンが一緒、d n a については、今一番勢いを感じるチーム。 この阪神3連戦を勝ち越せるかが大きな鍵を握りそうな感じがするとの見解を述べた。広島の有利なポイントの一つに、ここまで13勝5敗と貯金8を稼いでいるヤクルトと7試合を残していることがある。この7連戦は首位、巨人、3位、阪神、4位、d n a との戦いになるが。 ここで白星を積み重ねることができれば、6年ぶりの派遣脱会も近づいてくるだろう。中田氏は阪神が連覇する条件の一つとして、今回の広島巨人の3連戦で、どちらかが3連勝しないこと。ここでどこかが頭一つ抜き出てしまうと、追いかける側としては少しきつくなってくる。阪神的にはどちらかの2勝1敗。 5分のような感じで終わってくれることを願っているのではと語った。先発投手の中4日起用、救エンジンの3連投解禁など、各球団はラストスパート体制に入っている。目の前の試合に全力を注ぐ一戦必勝のスタンス。それだけに、ここからの1敗はチームを優勝から遠ざける大きな意味を持つ。ミスをした者は負ける。勝ち残るチームはどこだ。 デイリースポーツ鈴木健一どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。